皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県高等学校生徒募集計画についてお話します。この生徒募集計画、先週の11月4日木曜日に発表されました。生徒募集計画何かというと、それぞれの学校が募集何人ですよと、公立の場合はその後ろに採用枠は何パーセントですよと、こういうのが発表になっているんですね。で、ここではその細かなところではなくて、全体としてどのような動きになっているかと、その理由は何かということについてお話ししていきたいと思っています。公立高校と私立高校、私立の高校の全体の人数の割合、おおむね静岡県は2対1になっています。今年は公立高校全日制は480学級19,190人、これは4学級150人の、これ減、定員減になっています、ね、定員が減らしてあると。だったら卒業する人数は昨年より減っているのかなと、こう思っちゃうんですけど、違います。実は中学校卒業予定者の人数増えています。昨年度と比べて701人増加すると、このようになっています。増加しているのに定員を減らしている理由、これは何かというと、実はここ近年、私立を単眼で受験する生徒、これが増えているんですね。このために公立高校の中にはコースとか学校全体として定員割れする、そういう学校コースが増えているんです。そのためにこの定員150人に減らした、このように考えられます。さて、定時制、これは学年制と単位制があります。学年制というのは高校1年2年3年という学年として勉強していくと、こういう学校です。それに対して単位制というのは、高校を卒業するのに必要な単位、その科目を取って単位を足りたら卒業できるという、そういう仕組みになっている学校、これは定時制にあって、それが33学級で1320人の募集になっています。これは前年と同じ人数です。また通信制、公立の通信制1000人で、こちらも前年と同じになっています。公立高校、このようになっているのに対して、私立高校全日制は全部で39校あって、募集の人数11,620人、これは前年と同じです。私立の場合はもうほぼこの人数は変わりません。なぜかというと、学校の定員が決まっていて、その定員で募集するので、ここの人数変わらないんですね。で、全日制はこうなっていて、通信制、キラリ高等学校が400人の募集となっています。こちらはちょっと比較するものがなかったので、前年とちょっと比べることはできませんでした。で、私立単眼で受験する生徒、なぜこれ増えているかというと、まず月謝の面、そしてそれぞれのコースの面、2つ理由があると私は思っています。月謝の面、これは静岡県独自の、実は高等学校の支援金のようなものがあるんですね。プラス国の就学支援金、これがあって、もう月謝が高い低いというのの差がなくなってきている。以前は、うちはお金がないから公立受けてねとね、こうやって考えている保護者の方が多かったんですけど、現在はもう月謝の面ではほぼ変わらなくなった、ね、月謝の面では公立高校に行くメリットがなくなったと。このために私立を目指す、そういう生徒が増えていると、これが一つ目の理由だと思います。でも、私立月謝だけじゃなくて、他にもいろいろお金かかるので、公立に行くよりはやはり私立、ね、入るとお金、公立よりお金かかっちゃうんですよね。でも行くだけの魅力がある、これはなぜかというと、私立が独特のコース、ね、魅力のあるコースを使ってそれを広くアピールできているから、だから
学校の見学なんかに行って、あ、私この学校に入りたいという生徒が増えていると。もちろん公立高校も、いろいろ努力をしています。でもどこが違うかというと、実は公立高校ってシステムを変えるのに時間がかかるんですよね。それに対して私立高校というのは動きがスムーズ、スピーディーで早い。だからこう公立高校より勝ってしまうと、このようなことが言えるんじゃないでしょうか、ね、だから近年は私立を単眼で受験する生徒増えていると私はこのように考えています。今回は静岡県高等学校生徒募集計画、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。